cinema ben baci baci darega nante ni pepe ite cinema ben baci baci バチバチへようこそおいでくださいました。今年もよろしくお願いいたします。新年一発目のバチバチに急に喋り出したからちょっと、ホワイト森山が今日復帰します。それでですね、ちょっと記憶の中をいっぱいこう探ってエピソードないかなと思って探したんで、ちょっと滑りますね、ちょっとね。さっき映像にもありましたけど、居酒屋1に、そうですね、何年か前、5年ぐらい行ったんですよ、バチバチの。その時、すごい飲んでまして、ホワイトを。もう大学生のリスト、まあ大丈夫かなと思ったら、案の定ですね、もう、ベロベロになってて、で、お店出てみんなでこう、喋ってたんですよね、外で。したら、小野さんと俺が、こう、しげながら、おぉ、つって、遊んでたんですよ。したら、うおーっつって、向こうから、ホワイト、ブワー走ってきて、俺の顔面に、ボーン蹴りに出てきて、で、今度は頭来ちゃうんだよ、その蹴り終えた足を掴んで、ガッてひねって、で、STF っていうのを持っていたんですよ。きちんと、これも絶対やっつけようと思って、きれいに蹴れて、やったら、タップしましたからね。本当に。
それでは選手を代表いたしまして、ホワイト森山選手より皆様にご挨拶ございます。今日は、ご来場いただきまして誠にありがとうございます。自分の気持ちに迷いはないです。今日も今後伝えしバチバチやります。よろしくお願いします。続きまして、戦闘カメラマンの関根雄一選手、よろしくお願いします。どうもこんばんは。私が戦場カメラマンの関根雄一です。皆さん今日は楽しんでてください。ありがとうございました。選手の退場。言わなかったんだ。言わなかったね。それは後で。また。なんで？そんなのもある。どう？相手小野武って。幸せですね。はい。どうぞ。いや、ギリギリ池田さん小野さんを体験できて。よろしくお願いいたします。それでは長い試合を開始いたします。家族の前で思うと怒られたいと。本日の第1試合を行います。青コーナーより雲骨最新白いマチビトホワイト森山選手の入場です。赤コーナーよりノーマーシー小野武選手の入場です。本日の第1試合バチバチルール30分一本勝負を行います。青コーナー188パウンドホワイト森山、赤コーナー173パウンド小野武史、どっちが大好き。頑張れ。よし。お。レイゴー。ファイト。ファイト。
自分からやらないと。ああ、終わり、次は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 終わ
Yeah.
分38秒勝者小野武史。
Three, four, five.
이래? 自分のことだけ入れる。できる。
まあ気持ち出せ。ああ、できない、油断すんなよ。勝者、薄田克美。バチバチルーム30分の勝負は9分10秒アンクルフォートで薄田和美選手の勝利でございます。本日の第4試合、バチバチルール30分一本勝負を行います。青コーナー、185マウンド須賀学。赤コーナー、237マウンド永井充也。エンディング野口大輔。
そう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 潰してけ。そうそうそう、もう一周したい。かみしかみしかみし、はい、足蹴って足左左、はい、フォーファイシースセブンエイゴー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 、先はい、足そっち足、そうそっち、効かねえ、まだ効かないよ、その Oh, yeah.
10分経過。
야기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 야 그래도 괜히 끝!
お前やればできんじゃねえかよこの野郎。おい、もっともっと突破しよう。今年はお前の年にしろよ野郎。の最終試合、バチバチルールタッグマッチ30分一本勝負を行います。青コーナー213パウンド橋誠、220パウンド真下健吾、赤コーナー209パウンド石川祐希、220パウンド池田大輔、レディーゴーシンです。イエロー、許さないよ。
무슨 나 무슨 나 아, 무슨 나 무슨 나
Ready? 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 Ready?
Come on!
단 원 투 쓰리 포 Thank you.
그 시도 마음에 돌아가는 건 안 되거든. 오래 모아야 뭐 말 혼나 혼자네요. 뭘까 알았지? 그렇지. 그다 동안 모르다리네야. 이거 봐라. 뭐라고? 오늘은 더 못들어 보라. 石川祐希さんのアントニオ猪木さんのモノマネをきっと無性に虫ずが走ってしまいます。すいません。大人げなくてもすいません。ムカつくんです。本当にしょうがないです。まあ、そういう石川さんと今日控え室が一緒なんで、この後帰りづらいです。 具体な話をしますと、先日彼が住んでる越谷の方に商談ということで会いに行ったんですけど、指定されたのがガモの焼き鳥屋で小さいスパイとかだったんですけど、そこのママさんが多分石川さんが狙ってるんでしょうけど、満面の気持ち悪い笑顔で、満面の笑顔で、池田大ちゃん僕の友達って言ったんですよ。 あの、いや、逆に、逆に目から鱗が落ちたというか、この場合、例えばなんですかね。あ、それでほら、学ぶか分かんないですね。みんなわかんない。あ、すみません。いや、まあ、とにかく、はい、一時、管理触るんです。まあ、はい、まあ、もう、それはそうですね。デビュー、自分が入門して、デビューするところまですごくお世話になってたんですけど、はい、その頃はいい人だったんですけど、はい、そこまででした。はい、一緒に、会社、立ち上げるもんじゃないんだなというのが、はい、正直実感として湧いております。はい。
まあ、そういう、こともあるんですけど、まあ、自分が何が言いたいかというとですね、最近ちょっと気持ち悪いのはですね、やっぱ総理大臣ですね。あ、すいません、まあ、そういうノリで、みんなマスコミとか、まあ、みんな皆さん叩くじゃないですか。でも自分の居場所っていうのは自分で作るものだと思ってます。はい、それを自分で実践すれば、道はなんとか開けるんじゃないかと、こんな風手物ですが、すいません、はい、そういうことで、こういうスタイルをやると皆さん、まあ、この名前出したらあれですけど、まあ、格闘技をやってる人とか、そういう意味で言うと技術があるとかないとかっていう個人レベルで、発言する人が多いと思うんですけど、実はというか自分の親父は船大工でして、自分で技術を引き渡すことが一度もなかったです。で、子供心に、すみません死んじゃったんでちょっとあれですけど、五寸釘を一発で打ちつけるんですよ、親父が。まあ、もう嫌いですけど、本当に本当に死ぬ寸前まで嫌いだったんですけど、今は大好きになってます。そういう意味で、こういうことを今日は言ってやろうと思って決めてました。はい、すいません、自分ごとですいません。そして、まあ、パターン的には、以前いた稲妻十字と同じパターンですけど、自分のやりたいことが見つかったということで、めでたく晴れて卒業ということで、ご愛顧の森山選手に最後に皆様にご挨拶がございます。まあ、発信同様ですけど、本当に普通の子なんです。普通の子なんですけど、すごく俺的には空気のようで、なんかいて楽なんで、すごくいつも一緒にいると楽しくてしょうがないです。はい、そんな森山選手に、今度スマートフォンの更新の仕方を教えてもらいたいと思います。やってもらっていい。選手引退してからも普天を支えてくれるということで、ありがとうございます。それではお待たせいたしました、会場の皆様に一言お願いします。今日は本当に皆さんありがとうございました。本当自分自身でも本当に急な展開になると予想していなくて突然のことだったんですが、池田さん、野さんをはじめとした普天の皆様も、心よくどうか分かりませんが、自分の道がしっかり見つかって、それに対してもう迷っていることはないということで、しっかり送り出していただけるということで本当に感謝しております。カードを発表してから、カードを発表してから引退しますって言い出したんで、こういう形になってしまいましたけど、できるだけ普通の形で、俺は送り出してあげたかったんで、こういう形にしました。お疲れ様でした。本日参加選手一同スタッフ一同よりささやかなございますが、ワイド森山さんに新年の寄せ書きを贈呈したいと思います。はい、選手全員でスタッフ全員で、寄せ書き書きました。ワイド人生もまあ、名刺ならホワイト森山って呼んだ感じだろうと、これは広瀬役もね、一番のホワイト森山で行ってください。それ やっちゃうんでしょ、どうせ。え、やっ
드라이브 시켜 내가 쳐 나한테 그래? 나한테 すいません。何温かみ踊るね。大変申し訳ないですけども、行かせていただいてよろしいでしょうか。最後、タイム。はい。行き渡りましたか。じゃあ、最後。終わりと。やっちゃう。 やっちゃう。やっちゃう。やっちゃうよ。ちょ。よし。じゃあホワイト最後のレクチャー。レクチャー。レクチャー。じゃあホワイト最後レクチャー。もう手短にです。もう皆さん大分わかってるんで。はい、お願いします。じゃあこの照明を掴んで押してくるように力強くやっちゃう。お願いします。脇が脇がしっかりしてください。よろしいですか。はい、じゃあすいません。 最後ですね、ホワイトの門出をね、あ、門出なの、何で弾いてるのね、華々しく迎えるために、すいません、ずずずい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 
本日はご来場誠にありがとうございました。
思議ですよね。あでもオロさんでよかった。オロさんでよかったです、うん、本当に手加減なかったですね。多分小野さんか池田さんでないとあそこまではしてくれないと思いますね、そうですね、はい、本当に全力で来てくれたんで感謝します。すいません、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。